ほほほ。ほほほほ。Here we go! 前の国からもでーす。コッシーでーす。今日も、タイマタックをやって、参りたいと思っちょります。やっていきたいと思います。おじさん2人で走っていきたいと思います。今回はサンダーカップの3つ目、グラグラ火山ですわ。あ、へいっそー、グラグラ火山でございます。いっとこ。よっしゃ。もうこのコースはね、私、はい、Wii の時代に始まったで、やってまして始まった。もうそれあかんで。え？それもうテイク重ねるやつになっちゃうで。もう Wii の時代に走りまくってまして。それ、言っちゃう。グラグラ火山といえば私発砲ですわ。そんなハードル上げた。あれ、任天堂にこうしたら早いでって言ったのわしですわ。はい、コインの間はすり抜けていくスタイル。あれ、グライダー乗ってね、グライダー乗っていこう。はい、お、すごいショートカットしないとダメなんですよね。ここじゃないよね。そうです、そうです。あー、そうです、あー、そうです、申し訳ないです。で、それしっかりジャンプし、そうで、ここから入ってジャンプ。あー、惜しいね、惜しいね。そこは切り込まず、切り込まずに行くのよ。そこからキノコ使って2個目をポン。届かんな、あんな。ちゃうわ、全然。いけるやん、いけそうやん、いけそうやで。うん、やってはるわ、そんなもんは。いや、やってはるわ、パーン。うん、なんか飛んできてって、あれ。あ、飛んできてんの、飛んできてって、あれ。うん、あ、なんかあるなぐらい。あ、なんかあるなぐらい。ヒュー、うん、ここ好きやな。うん、ふふ、あ、こしたこした。うん、うん、やっとくわ、やってて。うんこ、うんこ。うん、うん、おお、うん、どうや、どうなんや。え、何それ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 。あー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 あ。だいぶ気持ち早い。うわ、くそ、プレセル出すんやった。おー、ユーザー、おーい、あはー、チンプランプライン、一回刺して、一回刺して、いや、まあ、こな、マジスペースないで。禁じて、禁じて。針の穴を通すような。針の穴をいっぱい通してきた、今まで。これ全然、できんて、これ。調子乗った、調子乗った、調子乗った、調子乗った。いよいよ、コッシーの本詞、本詞。落ちまーす。あ、そうすれば、ジャンプアクションせいで済むんや。だからみんなジャンプして、絶対分かってない気がするわ。2回連続もっと待つねん、こう。ここが曲がれたらいいだけやから。でもそれはハードル高ないか。ええ、いや、そこでインに入りきらんと。そしたら早めに使わなあかんね、キノコ。いやいや、捕まんでいい、捕まんでいい。え、今俺だって外に聞いてたんやで。え、今、うん、外に切ってても、あの中に行きよ、あるぐらい離れてると。えー、
いや、俺的にはやっぱジャンプアクションは選びにくいわ。なしでも問題なかったよ。そうそうそう、やっぱジャンプしてでも癖でやってまうから、うん、ジャンプして飲むのが俺的に正解だし。なるほどね。こう、あ、マグニかい。ほら、いけたいけた、うまい。そう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 、で結構奥ないんですよ、入り込むポイントが。曲がってじっくり観察してから中入っていく。早いな、ね、こいつ。まあまあまあ、最初あれやん、ここでぶつかったから、しゃない。それの分のロスやろ。おっ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 、おお、いけるやん。これ、いったんじゃね。いやいや、もう一回やる。なんでもう一回いけるやろ。いやいや、言いますけども。え、だって俺もう100発110や思ってんねんけど。え、もうマスターしてるんやろなって俺思ってんねんけど、コッシーは。え、まあブレが続く時もあるんやで。落ち着け。体の動きが大きくなってる。コースが狭くなってんねん。ここは変わらへん、あこも変わらへん。大丈夫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 だ。あ、ゆっくり外から。おお、おお、いったいった。おお、ほんまかこれ。いったで。ほんまか、ほんまか。あんなロスしたのにいったで。最後のもったいないな。ほんまか。あ、大丈夫やんか。急に騒ぐな、急に騒ぎだ。大丈夫やんか。いやー、やりましたね。でも分かってきたわ。分かってきた、ここ分かってきた。しよっかな。やっぱ親のコースでもうなんか負ける気せえへんわ。そうなるよね。なるな。俺プクプクビーチ負ける気しひん。わかるわ、技術つくな、うん、こんなやってたらトップ取れへんけどネットでは勝てる気がするやん。ほんま、なんやろ、ゲーマーしてた時のこと思い出したの。さて、 200cc 先生行ってこ。あー、グライダー乗らんばかんのか。 200cc はで、インをしっかり取っていく。ここやね、キノコ使うポイントね。そう、いけてるやん、余裕で。え、なんかえ、これあげちゃん、待って、150cc の方がエグい系じゃん。エグい系な。全然弱いやん。うん、任天堂。パカパカパ。追いつかれてきた、追いつかれてきた。いやいや、それはミスタクラやけど。追いつかれてきたで。いや、それはミスタクラやけど。え、何それ。こういうテクニック。何それ、ほんま、わざと。こういうテクニック、ほんまに言ってる。嘘ついたらあかんで。今のうちやで、ほんとのこと言うのは。こうやね。ここをこうしたらショートカット。何それ、スライドシーン。ってあっ、こどうやって行ってはったっけな。右から入って、ライダー乗れる？こうやね。余裕やん。うん、決まったな。絶対余裕やん。やばいわ、あんだけやったらな、うん、ほんま疲れ切ってるわ。それ、わし毎回やっとって。そりゃ、
もうなんやろ、それがでもな、でも順番的にな、うん、すぐその後エンディングやんか。うん、すごいなこれ。やろ、くったーなってる暇ないからね。それな、くったーなってる暇ないからね。私くったーなりますよ。くったーならへんからね。代わりに喋ってよ。ああ、おかしない。ほんま、やばいから。何が何が？ほんまもう、ほんまほんまやから。すごいやん。こんなしょうもないから残るで。こんな感じやで。はいや。すごいな。これ逆じゃん。4分。すごい。すごいな。いやー、まあまあグダグダな走りでしたけど、私まだまだ、はいはい、グダグダなはん、まあ、走り方知ってましたけど、まあまあこういう結果にもなということで、次回サンダーカップの最後、レインボーロードですわ。64のレインボーロードですわ。覚えてる覚えてる、前回覚えてる。レインボーロードといえばコッシー。さあ次回、あ、はい、次回レインボーロード、うん、やっていこう。はい、うん、こんな感じでね、はい、ちゃんとやります、ちゃんとやります。というわけで、はい、今回もご視聴ありがとうございました。